どうも、ふみ先生です。さあ、今回ですね、僕がバンドを始めたての頃の話なんですけれども、当時ね、ちょっと恥ずかしいながらなんですが、僕ね、周りのバンドマンと比べて、もう全然音楽を聴いてきてなくって、で、まあ、その遅れをちょっと取り戻さなきゃいけないなと思って、まあ、いろんな音楽を聴いたりとか、ライブビデオを見たりとか、やっぱね、その音だけじゃなくて、まあ、ステージング、パフォーマンスみたいなところも勉強しなきゃいけないなと思って、いろいろまあ、ビデオを見てた時期があったんですね。で、その中の一つに、ボーイというバンドは、今の若い子はね、知らない人もいるかもしれないけど、1980年代にもう一世を風靡した、すごいバンドがあったんですね。で、まあ、そうは言っても、僕もね、さっき言った通り、まあ、あんまり音楽聴いてこなかったんで、ボーイのことあんまほぼ知らなかったんですよ。で、ライブビデオで見て、改めて、あ、やっぱりすごいバンドだなって、まあ、知ったんですけれども。で、そのボーイのその曲の一つに、ワーキングマンっていうね、曲があるんですね。で、まあ、そのベースソロがある曲なんですけれども、そのライブ中にね、まあ、ボーカルの氷室さんが、ベースの松井さんに対して、カバンお待ちしてますね、みたいな感じで、まあ、ベースソロ煽るんですよ。で、その煽られて、松井さんが弾くベースソロがですね、ポポ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 。その寡黙な感じで弾くんですよ。単音で1個の音をずっとポポポポポポポって、こう、まあ、いわゆるルート弾きなんですけども、こう弾いてるんですよ。僕それ見てすごい衝撃を受けて、ベースソロなのに難しいことやんないんだみたいな。それで、このスラップでパキパキパキみたいな、難しい、こう早弾きするとかさ、ベースソロってそういうものっていうイメージがあったんで、もうその固定概念をもう根本から覆されて、びっくりしちゃって、まあ、それがまたこうかっこいいんですよ。そのね、ちょっと武骨に、こうやっぱね、キャラクターが、こうボーイはね、それぞれにあってね、まあ、魅力的なんですけれども、まあ、松井さんをね、寡黙にバーって弾く、その男らしさというか、まあ、なんというか、そこはすごく感銘を受けまして、それでもう感銘を受けすぎた結果ですね、まあ、その松井さんはずっとこのダウンピッキング、オルタネイトピッキングっていうのをね、普通弾くんですけども、そのずっとダウンでこうやって弾いてると疲れちゃうから、こうアップダウンを繰り返すオルタネイトピッキングっていうのを普通はやるんですけれども、松井さんも男は黙ってダウンピッキングみたいな、ドボボボで、まあ、その方がやっぱロック的な勢いが出るんでね、ドボボボボボってやってるのを見て、あ、そうだよね、やっぱ男は黙ってダウンピッキングだよねって、もう僕刷り込まれちゃって。その後もうね、もうそうだな、3年ぐらいはもうずーっと、もう僕はベースをやってたんですけども、どんなフレーズであっても全部ダウンで弾くみたいな感じでやってて、もうオルタネイトピッキングができない体になっちゃってたんですね。その後ちゃんと覚えましたけども、それぐらいこう強烈な、印象を与えてくれたっていう、そのね、ボーイのワーキングマンというベースソロ、ちょっと一回皆さん、見てみてください。本当に衝撃を受けました、僕は。はい。まあ、そんな感じですね。今日の、話が面白かったという方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。